はい、こんばんは、またまランチでございます。ここのとこですね、自分のオリジナルもやりつつ、なんですけど、カバーの方を、カバーの方が、玉置浩二さんをね、ちょっと、連続でやってたりしてるんですけど、玉置浩二さんのカバーの方向性についてのくっちゃべり、はい、玉置浩二さんのカバーされてる人は本当にたくさんいらっしゃって、 YouTube 見ててもたくさん出てくるんですけども、なんだって玉置浩二さんですから歌が半端ないんですよね。ほんでそのカバーされてる方の動画を見ると、やっぱ歌で勝負してるという方がたくさんいらっしゃって、まあ言ってみればピンキリですけど、うまい方ものすごくうまいんですよ、やっぱね。でうまい方はやっぱり玉置浩二さんに、まあ、寄せてるというか寄るというか、まあ玉置浩二さんをうまく歌えば玉置浩二さんっぽくなるわけであって、真似てるとかそういうことでもないんでしょうけど、まあそういったカバーがね、もちろん弾き語りでやられてる、カバーですけども、見受けられるんですよ。うめえなと思って。で、私が玉置浩二さんのカバーをするときは、もうね、歌はね、自分なりにやるんですよ。無理やもん、あんなもん。特に何て言うんですかね、なんか、正式名称あるよね。ってやつ。歌詞じゃないやつ。みたいなやつ。なんかあるでしょ、なんかそういう、忘れちゃった。なんかあるでしょ、そういう歌い方の用語が。なんつったっけな。ダメだ、出てこない。まあそんなこんなも、玉置さんすごいですからね。もう多分、ライブテイクなんか全部アドリブというか即興であれが出てくるんでしょうけど。まあとてもじゃないけどね。あんなの無理なんですよ。はい。だから、歌はもう自分なりきに歌えてます。で、曲によってはキー半音下げたりとかしてます。高いのはめっちゃ高いしね。まあそこまで高くないんだけどね、実は。歌によっては。で、プラス、買ってコーラスをつけて、歌に厚みを持たしてるわけですよ。歌はそういう感じでやってるんですね。じゃあ弾き語りとして、弾き語りですから歌とギターですから、ね、弾き語りとしてのその完成度をどう上げていくのかという時に、もう私はもうギターですよ。はい、んで、ここのとこやったのが、かりんと工場と、ジャンクランドで、今日、田園をやったんですね。で、ちょっと前に、これは何度もやってるんですけど、メロディーやって、あと、なんだっけ、曲名忘れちゃった。ふーん、みたいなのもやってるんですよね。まあ、何曲かやってるわけでございますけども、ギターでございます。はい。続いて、これは前、ちょっと前にやった時にもくっちゃべりましたけど、かりんと工場の煙突の上にっていう曲、これはね、カバーされてる方すごくたくさんいらっしゃるんですけど、大概ね、G でやってるんですよ。で、玉置さんの、原曲オリジナルは G なのかな、ちょっとそこわかんないんだけど、ライブテイクとか見ると G でね、やられてるのもあるんですよ。で、G はね、高いんですよ。ものすごく。すげえ高いですよ。で、まあ G ですから、まあ G で弾いてるんですけど、その弾き語りされてる方はね、方々は。私はそれを、その、ファンっていう音楽番組でやった、オープン E チューニングの、ギターの解析を頑張ってやって、それでやったんです。で、やられてる方いらっしゃるのかもしれませんけど、私が今の現時点では、E のオープンチューニングで、のギターで、
あのかりんと工場をカバーしてる人にまだ、人のカバーはまだ見たことありません、私の中では私だけな気がする。どうなのかな、いるのかな、いるよねきっと、わかんないけど、あんまいないと思うんですよね。ね、あのギターの解析大変だったもん、すごく、はい、であとジャンクランドね、ジャンクランドはカバーしてる人も、あ、でもいたか、あ、いたな、何人かあのいらっしゃいましたけど、まあそのギターも、まあ今日の田園にもつながるんですけど、普通に弾くとこの間でもくっちゃべったけど、全部同じコードでブワーっていったりとかするんですけど、まあ、それをね、ベース音のを拾って、そのベース音をリフっぽくして弾いたりとかしたのがジャンクランド。あとそこにセミアコくっつけてね、やったりとかして。で、今日の田園ですよ。これがね、あのね、もう、つよしさんのトンボ並みに簡単なんだ。コードが。全然難しくないんだわ、ギター弾いてる人からすると。G の曲で、B マイナーも出てこないから G、E マイナー、C、A マイナー、D、もうめっちゃ簡単なコードで弾けちゃうんですね。田園は実は。で、歌めちゃくちゃ難しいけどね。歌い回しも難しいし、歌ってみたらね、そのなんだ、上げるところの音がね、こう空気がふわーって抜ける音とかだったりして、思いっきり腹で支えないと、へへってなっちゃうんだよね。ぐらい歌難しかったんですけど、だから歌はさっき冒頭で言った通りな感じで処理してるんですけどね、今日の田園も。でコードですよ、今日のこの田園を普通に、まああれストローク曲なんでね、普通のコードで普通にストロークしたら何の変哲もないギターになるんです。別にいいんだけど、で歌がグワッと出るんですよ。あえてまあそって作ってんのかもしれないですけど、玉木さんがね、でね、いいのは玉木さんは実はギターがギターめちゃくちゃうまいですからね、半端なくうまいですから、あのギターで攻められるんですよ、玉木さんのカバーはね。だからまあさっき言ったカリンとコーバとかジャンクランドになるんだけど、今日の田園もこれどって弾こうかなと思った時に、私の必殺技、不思議コード、はい、これがねめちゃくちゃ役に立ったんですよね。だから E マイナーとかも普通の E マイナーじゃなくて、ローコードの E マイナーじゃなくて、ハイポジ持ってきた解放絡ませた E マイナーにしたし、 C もそうですね、A マイナーもそうですね、あの普通のローコードじゃなくて、もう解放をブワーンと鳴らす解放 と、ベース弦の、まあ、ハイフレを織り交ぜたコードでやると、なんでしょうね、こう広がりがブワーって出るんですよね、かっちりしてないからブワーンってすると、まあ、これも私の必殺技ですけども、あの、ソロギターを一時やってた時に得たノウハウで、コードを弾きながらリフ、ちょっと主線を出すっていう弾き方で、イントロの、ポンピンパンピンパン、パンパンっていうところの音を、が出るように、ストロークしながら出るようにしたり、あと今日のもうこの田園のね、一番のギターの見せ所はアウトロ。ハン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 。全部やってますからね。音出てますから。ぜひ聴いてみて。こって言っときゃ最後まで聴いてくれるかな。わからんけど。そんな感じでね、やってます。ということで、玉木浩二さんの、カバーするときの方向性として、私はギター、はい、で。このギターで攻められる理由は、玉木浩二さんがめちゃくちゃギターが上手いから。ということなんですね。はい、まあ、いろんなね、あの、弾き語りのやり方がありまして、まあ、私も歌、まあ、下手じゃないとは思ってますけども、下手っていうのは音痴っていう意味でね、音を外したりとかそういうことはないし、あとはもうね、こうモノマネはちょっとあれですし、もう自分の、まあ、特に最近はもう
まあオリジナルは当然ですけど、カバーする時も自分慣れに歌えばいいやと思ってやってるんで、そんな形で歌を処理しつつ、ギターに関してはそうちょっとね一工夫二工夫してやるような形、はい、まあこれは玉置浩二さんのカバーに限らずいろんなところでいけるんじゃねえかと思ってるとこなんでね。まあだから冒頭に玉置浩二さんのカバーの方向性って言いましたけど、まあ弾き語りする上での方向性みたいな話になりましたけどね、はい、まあそんな感じでやっている田園、はい、超メジャーソングですからね、はい、超メジャーソングカバーするのはねちょっと大変というかなというか、まあ、ちょっといなんでなんですかどうやろうかなみたいな意識が他のカバーよりは強くなりますけど、まあそれなりに、はい、工夫してやってみたのでぜひご覧になってみてください。ということで、タムランチでございました。それでは今日もね。